本当に定期であるから水を止めて、水道の水を止めて、わかめとお豆腐を茹でたらおすましにしたら、おすましにしても我慢かな。味噌汁と特に おすましに味噌汁がいい？どっちがいい？どっちでも。だし取って味噌汁は作ったことないね。ない。味噌汁やろうじゃん。これやね。初めてやん。おすましの時だったわね。ようすましたいだけやね。うん。毎日おばあちゃんおすまし炊いてた。ほんで、うん。こんなにできちゃったから。いっぱい。何が？だし殻。玉ねぎでおばあちゃんがよう作った変わった料理というか、あのごま油で炒めておいて、うん、ごま油で炒めて、それあのほらなんていうのドレッシングかサラダかなんかのような感じでね、よう食べたよ。まだやってみたらいい。うん、やろう。また天気だったら上行って取ってきてね、新鮮なか、はい、ちょっと、あやとりでできたけね、大したもん。急にあやとりの話になった。急にあやとりの話がどっか出てきた。ほうきは忘れてしもたかい。いや、これを切り寄って伝送したんや。いいようにっちゅうあるとか、うん、みたいな感じや。何が人数って言ったら、もう切り方でね、うん、箸が出てきたね、うん、ネギはやすまし、こんな硬いところも食べれる人格に出てきたね。うん。もう遅いけど。
もうすぐできるけど、ご飯。うん。これ炒めた。私のせい、これね。うん。あー、いかんかな。ごま油のとこや。これなんやって。さっき入れといた方が、香りが、匂いが。何？香り？どっちでもええわね、もう。あの、フライパンがね、うん、あっちをまだお家に入れといた方が、豚肉よね。これ。ほら。これロースじゃけどさ。うん。ほらね、汚いよ。うん。これでさっと、俺なんか父さんがいいかもしれない。このぐらいかな、3年ぐらいしか使わんけど、なんか食べてたしか。あんまり大きいのは洋服なんだよね、ほんとこんな小さいのじゃ。まあ重たかったらね。よくせん。ほんとはもうカーッとしなんでるようなの、炒めようじゃん。あれや、黒の味やってた。白いとは言わない。こんなことしてる。こんなことしてる。どうかもしれんね。匂いがあると思う。え？匂いが出たと思う。そうかもしれんってどういうこと？お鍋とね、うん、お鍋と油が温まらんうちから、生ぬるい時からやった方が、うん、ニンニク入れた方が、ニンニクとか生姜の匂いがよく出るっていうこと、そういう説があったり、うん、これが賞味期限が今日は。うん。